はい、こんにちは、ベース。よろしくお願いいたします。ちょっとね、緊急で動画撮ってるんですが、まあ、なんとね、つい先ほど、プロスペースの公式さんの、まあ、X の方から、緊急告知、プロスピセレクション20、スピリッツ開催決定というところで、まあ、20周年にちなんだですね、まあ、特別なセレクションが、まあ、おそらく8月8日から開催されることが決定し、そこのですね、セレクションでは、歴代プロスピシリーズのですね、パッケージ選手が、選出されるっていうところで、もうすでにですね、まあ、登場候補選手っていうところも確定しておりますので、まあ、今回の動画はですね、全12球団のこのプロスピセレクション20スピリッツの、まあ、登場候補選手紹介、さらに、まあ、登場選手予想も最後にしていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、このセレクション開催楽しみだよと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、分かったと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、20周年のプロスピセレクションの登場対象選手紹介していこうかなと思います。まず、阪神ですね。阪神はこの選手たちが登場対象選手となっております。まあ、ですが、まあ、藤浪選手は、まあ、おそらくワールドスター対象。で、さらに、大山選手、近本選手に関しては、シリーズ版のですね、エキサイティングで既に登場しているというところで、まあ、この3選手はですね、対象外になってくるんじゃないのかなと思っています。まあ、なので、それ踏まえた対象選手の中で言うと、まあ、広角ライドラの金本選手だったり、まあ、唯一無二の日の玉ストレートの藤川選手で、さらにですね、まあ、ショートの中でかなり強い鳥谷選手などが対象選手というところで、まあ、阪神ね、まあ、結構、まあ、注目の球団なのかなと思っています。で、続いて、広島ですね。広島の登場対象選手としては、この選手たちがですね、登場対象選手となっております。まあ、ですが、広島もですね、まあ、前田健太選手が今年もワールドスター対象。で、さらに、新井監督と栗原選手はもうすでに TS で登場している。で、さらに、床田選手もシリーズ1のエキサイティングで登場しているというところで、まあ、この選手たちはですね、対象外になる可能性が高いんじゃないかなと思っています。で、その中で言うと、まあ、アーティストの前田智則選手だったり、さらに、まあ、男黒田選手で、さらにですね、まあ、もし守備 S 可能な菊池選手が登場した際は、まあ、結構ですね、リアタイ的にも熱いラインナップになるのかなと思っています。で、続いて DeNA 横浜ですね。横浜の登場対象選手としてはこの選手たちとなっております。で、横浜もですね、すでに村田選手が TS で登場している。で、さらにですね、牧選手がシリーズ1のエキサイティングで登場しているというところで、まあ、この2選手はですね、対象外になる可能性が高いのかなと思っています。で、まあ、その中で言うと、まあ、田村選手、筒香選手がね、広角アーティストの選手というところで、まあ、横浜はですね、この2人の、まあ、どちらかの広角アーティストの選手が登場したら、かなり盛り上がるのかなと思っています。で、続いて巨人ですね。巨人の登場対象選手としては、この選手たちが登場対象選手となっております。で、巨人もですね、まあ、阿部監督が TS で登場、さらに、まあ、岡本選手もですね、セレクションで登場しているというところで、まあ、この2選手はですね、対象外になるのかなと思っています。で、その中で言うと、まあ、やっぱりですね、清原選手がついに、まあ、登場する可能性が今年はあるというところで、まあ、個人的にはですね、清原選手、弾道アーティストとかで、まあ、登場してほしいなと、マジで心から思っています。で、続いてヤクルトですね。ヤクルトの登場候補選手としては、この選手たちとなっております。で、ヤクルトに関してもですね、すでに村上選手がセレクションで登場しているというところで、まあ、村上選手はですね、対象外になる可能性が高いのかなと思っています。で、その中での目玉選手で言うと、まあ、キャッチャー最強格の古田選手が、まあ、昨年 OB だったりで登場しなかったというところで、まあ、今年このセレクションで登場する可能性高いのかなと思っています。さらにですね、まあ、セカンドの中でかなり強い岩村選手、山田哲人選手も対象選手というところで、まあ、このセカンド最強額の2人がですね、登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思っています。で、セリーグ最後、中日ですね。中日の対象選手としてはこの選手たちとなっております。で、中日で言うとですね、和田選手、浅尾選手、大野選手、この選手たちはですね、すでに TS で登場している。で、さらにですね、小笠原選手に関しては、セレクションで登場しているというところで、まあ、この4選手はですね、対象外になる可能性が高いかなと思っています。で、その中で言うと、まあ、やっぱりですね、福留選手が今回対象というところで、まあ、中日版の福留選手はですね、本当に12球団的に見ても、まあ、最強格の外野選手になっているというところで、まあ、福留選手登場した際は12球団的にもかなり熱いのかなと思っています。で、続いてパリーグ行きまして、オリックスですね。オリックスが近鉄の時のも対象になっているというところで、まあ、近鉄とオリックス両方合わせると、この選手たちがですね、登場対象選手となっております。で、オリックスで言うとですね、吉田正尚選手と山本由伸選手がワールドスター対象
対象というところで、まあこのセレクションでは対象外になるのかなと思っています。でオリックスの注目選手でいうと、まあ、やっぱり中村典さんと、まあ、清原選手、先ほども挙げましたが清原選手で、さらにですね、まあ、糸井選手がオリックスバージョンで登場した際は、まあ、本当にライトの中で最強格の選手になっているというところで、まあ、こういった選手登場してほしいなと思っています。で続いてロッテですね。ロッテの登場対象選手としてはこの選手たちとなっております。でロッテの中でいうと、まあ、小島選手がですね今年すでにエキサイティングで登場しているというところで、まあ、対象外になる可能性が高いのかなと思っています。でその中での、まあ、目玉選手でいうと、まあ、石川歩夢選手だったり、まあ、里崎さんがね、まあ、目玉選手になる可能性高いのかなと思っています。まあ、ただ個人的には里崎さんは、まあ、里崎セレクションのような形で、まあ、年末にね、まあ、ちょっとセレクション開いてほしいなというところがあるので、まあ、そういったことを踏まえてロッテの、まあ、登場選手というところは楽しみにしたいかなと思っています。で続いてソフトバンクですね。ソフトバンクの登場対象選手としてはこの選手たちがですね登場対象選手となっております。まあ、ですが斉藤和美選手に関しては TS ですでに登場している。でさらに柳田選手もセレクションで登場済み。でさらにですね、まあ、千賀選手も、まあ、今年もワールドスター対象というところで、まあ、この3選手はですね対象外の選手になるのかなと思っています。でソフトバンクの中での、まあ、注目選手でいうと、まあ、やっぱりですね松中選手、平成唯一の三冠王の松中選手が、まあ、パワーヒッターでちょっと不遇査定というか、まあ、ゲーム的には使われていないというところで、まあ、このセレクション登場記念で、まあ、結構能力が上がって、まあ、それこそアーティストで、まあ、登場してきたら、まあ、かなりね、まあ、欲しい方多いんじゃないかなと思っています。で続いて楽天ですね。楽天の登場対象選手としてはこの選手たちとなっております。はい、楽天はですね、球団歴が浅い球団というところで、まあ、登場対象選手は12球団の中で、まあ、一番少なくなっております。さらにその中でも、則本選手はですね、今年すでに登場、セレクションで登場しているというところで、まあ、対象外の選手になってしまうのかなと思っています。で、その少ない登場対象選手の中での、まあ、目玉選手というと、まあ、やっぱりですね、岩隈選手と田中将大選手、この2人がですね、目玉選手になるのかなというところがあるので、まあ、楽天はこの2人どちらかが、まあ、登場してくるんじゃないかなと思っています。で、続いて西武ですね。西武の登場対象選手としてはこの選手たちが登場対象選手となっております。で西武の中でいうと中村剛也選手がですねもうすでにセレクションで登場しているというところで、まあ、中村選手はですね対象外の選手になってくるのかなと思っています。で西武ねかなり強いバッターが多い球団になっておりまして、その中でもですね、まあ、中島選手が、まあ、前回 TS で登場してから、まあ、かなりですね登場期間が空いているというところで、まあ、個人的にはここで中島が登場してくる可能性高いんじゃないかなと思っています。で最後日本ハムですね。日本ハムの登場対象選手としてはこの選手たちが登場対象選手となっております。で日本ハムもダルビッシュ有選手、大谷選手で一応上沢選手もですねワールドスター対象というところで、まあ、登場対象外の選手になってくるのかなと思っています。でまあその中での目玉選手でいうと、まあやっぱり新庄監督か、まあ小笠原選手が目玉選手になってくるのかなというところがあるので、まあ日本はねこの2人のどちらかの登場が結構硬いんじゃないかなと思っています。ということで20周年のですねプロスピセレクションの登場対象選手紹介は以上になりますので、最後に個人的な登場選手予想、このような登場ラインナップ予想、このような形にさせていただきました。はい、ちょっと豪華めに予想してみたんですが、まあ個人的には、まあ、TS 対象 OB 対象関係なく、まあ、登場してくるんじゃないかなというところで、まあ、20周年というところもあるので、まあ、結構豪華ラインナップで開催されるんじゃないかなと思っております。でこの20周年のですねプロスピセレクションの、まあ、登場選手に関しては、まあ、明日8月7日の18時にプロスピースの公式の YouTube さんの方で、まあ、登場選手先行公開されるみたいなので、まあ、概要欄の方にですね公式の YouTube 貼っておきますので、まあ、ぜひ明日18時から楽しみに待ちたいかなと思っています。でぜひですねコメント等で皆さんのプロスピセレクションの登場選手予想なども教えていただければなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、分かりやすかった、今から20周年のプロスピセレクション楽しみだと思っている方はチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。